三重橋は、岐阜県中津川市の木曽川に架かる、岐阜県道410号苗木、江那線のアーチ橋である。三重橋と名付けられたのは、美の国江那郡第一の橋という意味が込められているという。現在の橋は四代目になる。三代目までは吊り橋であった。この三重橋周辺は、江那橋八景のうちの、三重木藩と呼ばれていた、継承地である。もともとこの付近には、 明治時代初期、かつての内木藩藩士が資金を出し合って運営を始めた都選新都市が存在した。1881年に内木藩藩士であった鈴木三蔵長さ77メートルの吊り橋が完成する。三重橋の名は鈴木三蔵による命名である。有料の橋であり、橋森を鈴木三蔵が行っていた。1914年洪水により、 初代の三重橋は流出する。その頃下流で大井ダムの建設が計画され、初代の三重橋の位置では川床から低くダム湖に水没してしまうため、二代目の三重橋は位置を高くして建設される。1958年、洪水により二代目の三重橋は流出する。1961年に三代目の三重橋が完成する。 1983年9月28日、集中豪雨により三代目の三重橋は流出する。この集中豪雨により、木曽川の橋では、三重橋以外に西寄り橋が流出、五月橋が破損するといった被害があった。1986年1月、現在の四代目三重橋が完成する。初代三代目の位置より上流に加強されている。ありがとうございます。